ろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何ですか、その狙った T シャツは。かわいいです。かわいい。バルブンで。はい、いいと思います。メテオで対抗します。お願いします。さあ、どうします？結構スイートあるんだな。そう、はいはい、私ずっと20年ぐらいずっとロングだったんですよ。で、まあ、ご覧の通り、癖毛で。で、宿毛矯正は、表面だけかけたことあるんですけど、でもそれ1回2回ぐらいで、あとはもうアイロンでひたすら毎日伸ばすとか巻くとかしてて、でずっとやり続けたおかげでめっちゃ傷んじゃって、なんか切れ毛が、宿毛矯正アイロンをずっとやってて、なんか切れ毛が裂け毛みたいになっちゃって、なるほど。でそのちょっと後にメテオでカラーとかしてやってるところ探してやってもらって、すごいいいなと思ったんですけど、でももうこの傷んでるのをどうにかしたいと思って切っちゃおうと思ったんですけど、長戸さんに切ってもらいたいってずっと思ってたんですけど、全然当たんないし役も取れないしで、自分でいろいろ調べてたら、なんかくせ毛のカットの専門の美容師さんがいるっていうのを知って、で、まあ、そこで予約を取って、で、まあ、私いろいろ調べてたら、くせ毛のスタイリング方法みたいなのを、ハーリーガールメソッドっていうのを知って、何ですかそれ、逆に興味なんか検索するといっぱい出てくる。カーリーガールメソッド、いろいろいる、そうそう、いろいろいらして、でやってたらなんかいい感じと思って、クセ毛の自分もいいなって受け入れられて、でしばらくやってたんですけど、そのクセ毛カットを予約しちゃってたから、もう切っちゃおうと思って、もう一回傷んでるところ切っちゃって、で伸ばそうと思って、で、おう、なるほど、で切っていただいたんですが、まあ、なんか広が癖で広がっちゃうっていう風に言ったら、広がらないようにしますねって言って、あ、なるほどね、なんかやってもらったらなんかすごいスカスカ、そうそう、スカスカになっちゃってでそのカーリーガールメソッドみたいなんで、スタイリングすると切って、濡らした髪に、流さないトリートメントをつけて、オイルをつけて、でこう揉み込むんですよね、揉み込むとこう束になって、カールが出てくるみたいな感じなんですけど、なんかね、後ろはすごくいい感じにくるってなる、くるくるってなるんだけど、ちょっと今日何にも見えてないんですけど、で後ろの癖の調子と前の調子と違うのと、あとなんかふわってふわって、なんか毛先がなんか軽すぎて、毛先軽いですよね、なんかふわってなっちゃうのが、なんかここでも重いんだな、あ、そう、なんかどうしていいのか、なるほど、はい、どうしましょうかね、どうしましょうかね、いい感じにしてもらいたいと思って、それで、そのくせ毛カットの美容師さんにどんな感じにしましょうかって言って、私藤井風がめちゃくちゃ好きなんですけど、知ってます？もちろん知ってますよ。風ちゃんみたいにしてっていうので、こんな感じに、トップからパーマ当たってた方がいいんですかね。そうだからね、追いパーマした方が縁か、縁かどうしようかみたいな感じ、であとちょっとしばらく決まってから、カラーをしてなかったんで、なんかだんだんちょっと白髪が気になるんで、カラーもしていただきたい。了解です。ということで、ただ一応パーマはする予定した方がいいですね。でもちょっと一回分かんないんで、一回洗いたいんですけど、どうせ洗うんだったらもったいないんで、先根元塗っちゃいます、そう、どっちにしろパーマするにしろしないにしろ毛先は濡れないから、カラーしてパーマするとさすがにあれだし、多分こういう癖だったら明るめのカラーの方がいいから、あ、そうなんですね、そう、多分明るい方がいいんですよ。なんならちょっと全体的にもう少し色が抜かれててもいいかなぐらいなんですけど、そうなるとパーマができないんで、なるほど、でもせっかくこんぐらいの明るさ生かしてもいいかなと思うから、ちょっと根元明るめのカラーで、ちょっとだけ白髪もあるんで、そこも明るく止めましょう、そっからいきます、はい、じゃあ任せします、任せてください、はい、じゃあちょっと後ろから、すいません、後ろがっつり、中がないですね、まあ、これはこれで逆に僕はありかなと思うんで、ないはないでいいんだけど、全体的に毛先がちょっと細くなってるのと、あとは多分上が一発乗っかってるんですね、多分ワンレングスがボンと乗っかってるんで、ここにレイヤーが入るだけで違うのと、あとはもう濡らしてどんぐらいの癖があるのかを見て、それで判断してパーマするなりカットするなり、まあカットはするけど決めましょう。ということで根元をまず明るめ、このできる限りこっちに揃えたいけど、まあ、ね、いきなり揃えるのは無理だと思うんで、明るめカラーでいきましょう。はい、じゃあまずリタッチからですね、ちょっと今こう癖の具合とかもあるんですけど、ちょっとわからないんでプレシャンしたいんですけども、せっかくだから根元染めてからそのままシャンプーしちゃいましょうということで、はい、14Nのニジビグリーン
はい、こんな感じで。パルメ、510%。で、いきます。おなじみ。もう、あれですね。天才とインフォーム、メテオのコネクタ。はい。で、メテオ GL。はい。ということで、明るめ白髪染め。白髪ぼかしですかね。明るめ白髪ぼかし染め。違うか。明るめ白髪染めの、さらにトリートメント、メテオが入ってて、ツヤ感を出しつつ、まぁ、ちょっとね、ウェーブスタイルなんで、どっちかっていうと、ツヤを出しつつっていうか、ダメージを減らす。メテオ GL が入ることによって、パラゼンペーハーを少し下げることができるんで、アルカリキャンセルオキシとか使うより、よっぽどあのダメージが減ると思われます。ということで、根元から塗っていきましょう。はい、お願いします。なんかウェーブスタイル生かした方が良さそうですね。そうですか。うん。うん、どう生かすかですよね。確かに。そうそうそう。僕と同じ髪型になる可能性はでもちょっと。やば。可能性は高め。コピー。コピーされちゃう。え、刈るんですか？いや、刈らない。びっくりしてる。スーブロ。スーブロ。まあ、ありはありですけどね。結構お客さんいますよ。はいはいはい。要は、そうすると何がいいって、つかなくてよくなるんですよ。ああ、なるほど。横に広がんなくなる分、つかなくてよくなるから。で、普段これぐらいだったら、まあ、まあ悪くないですよね。まあ、わかんない。そうなんですよね。ああ、なるほど。そこら辺もちょっと後で。はい。要素だ。いや、一回やったらマジで楽すぎて、やばいですよ。そうなんですね。でも会社の先輩が女子な、うち女性しかほとんどいない職場なんですけど、ツーブロしてる。ツーブロしてる。あ、ないみたいな。楽ですよ。楽ですよ、マジで。おしゃれ。この人も言ってた、楽。楽って。興味あります？怖い。やったことない。いや、マジで、これ一回味わっちゃうとやばいです。そんなに。はい。なんか、皆さん初めは、はい、女性のお客さんとかでも、うん、初めちょっとだけって言うんですけど、うんうんうん、だんだん幅が広がる。いや、すぐ広がるんだよ。皆さんもうちょっともうちょっとって言って、だんだんなんか結構長瀬さんぐらいになる人とかも結構ですよね。あ、そう、結構言ってます、僕は、ね、僕はね、まあメンズだしね、まあ、うん、だ女性でここまではいかないから、うん、こんぐらいです。ああ、すごい。ちょうどそうそう、初めは横と後ろちょびっとがだんだんと範囲が広がって、はいはい、そうそうそう、女性でも結構ね、僕週1人がいるよ。そうなんですか。週1人だわ。月4人ぐらいは2ブロックの女性切ってます。へえ。いや、本当こんだけ散々宿毛矯正のなんか商品開発したりやってるけど、意外にそういうのも好きなんですよ。あ、そうなんですね。ああ、多分ここ最近宿毛矯正の動画が連チャンしちゃってるかと思うんですけど、うんうん、本当そう。本当そう。そう、本当だ、本当なんです。そうそうそう、宿毛矯正チャンネルや、まあ、梅雨前だからね。あ、いやいや、それより前からですよ。そうなんですよね。まあ多いですよね。多いですよね。こう言えばみたいな。そうそうそう。だからね、そこら辺は自信はあるんですけど、うんうん、でもなんかこういうちょっといい感じの他には真似できないカットとかもおすすめではありますね。オリジナル。オリジナル。特にこのもみあげ周辺がやっぱりね、すごいすぐねボリューム出ちゃうので、うんうん、ここでせめて横だけとかもねいいし、うんうんうん、ちょっと下まで生えてますね。あ、そうなんですか。そう、首の下の方まで生えてるから、シルエットが縦に行きやすいんですよ。ね、長方形になりやすいんで、はいはいはい、ちょっと丸っこいスタイルの方が合うかなと思うんで、うんうん、襟足も行っちゃってもいいかなと。あ、そうなんですね。まあ、やばい、やられる。2ブロックの方向にやられる。なんか持ってかれてる。持ってかれてる。持ってかれてる。でも昔飼ってました。あ、そうなんです。借りたいですって。あれ結構評判良かったよ。あ、そうなん、うん、どうなんですね。でもうちも、まあ、やってる先輩がいるぐらいだから、そうそうそう、職場的にはオッケーはオッケーですよね。はい、ちょっと空気入れときますね。これ明るめのやつなんで少しスーッとすると思うんで、よし。アルテマのリトーノはかなりパワーは弱いんですけど、残留させないために少しスーッとして、もうすでに揮発させようとする力があるんで、ちょっと刺激を減らすために空気入れておきますということで、はい、もうリタッチなんでそんな大した説明もなく早い、はい、時間を置きます。時間を置いて流したら本番です、はい、ラップもしなくていいかな、もうこのままでいいです、うん、よし。ということで、手先はメテオコネクターのイオンローション割りっていう、ちょっとアルカリに振ったケラチンをつけていきます。せっかくね、カラーのリタッチ15分は置くんで、この15分間やっぱケラチンは時間かかるんで、こういう隙間の合間の時間っていうのをしっかりと有効利用してあげてください。はい、でしっかりとなじませて、俺の手にかけないというハハハじゃねえ失礼しました潤っちゃういいじゃないですか、トゥルトゥルの肌がさらにトゥル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 の肌。あ、本当だ、トゥルトゥル。上半身あと1回で終わるんで脱毛がすごい、ちょっと今日脱毛の話多い今日3本撮りなんですけど、それからで時間を置きます、はい、お待ちください。お疲れ様です、失礼します。はい、15分経過なんで、はいはい、全体にアクアを振って軽くコーミングしたら流しちゃいます。軽くコーミング、
コーミングと言いつつここで乳化してる感じですね。アクアで乳化ちょっとさせてシャンプー台でも乳化させたいっていう感じですね。そうすることによって離島のカラーの残留ある限り有利っていうのが起きて、この後のパーマでもダメージが少なくなるのと、あとはまあ日々のね進行するダメージっていうのが少なくなります。よいしょ。はい、じゃあ流してきてもらいます。お願いします。はい、お疲れ様でした。はい、とりあえず白いのはいい過ごしなんで、ね、すごい、はい、でちょっと明るめ、はい、いい感じだと思います。なるほど、癖ないですね。ないの、うん、いやいやあるんだけど、うん、ちょっと足りないですね。パーマかけちゃった方がいいかもっていうのと、はい、うんうんうん、横ね、そう、あとなんか耳の長さが違うのが、いや違いますよね。ね、そうピシャってやってごまかしてたんですけど、横の長さあった方がいいんですよね、うん、ちょっと後ろ来てください。うん、なんだろうな、どうしようかな、真横から写してもらっていい？なんか襟足長いですよね。うん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 、なんでここ切りたいんですけど、ちょっとそれこそ真横から見るとここなくて、カール感がここ外跳ねしたらかっこいいんで、うんうん、ここ切りたいんだけど、その前にやっぱちょっとここ行きましょう。マジですか。楽になりましょう。あ、楽になる、楽になる、はい、楽になります。でもこう首ら辺にってシャッてっていうのは残るみたいな。ああ、もちろんあの刈り上げは見えたりしないです。はい、はい、なのでそう、いやもうめっちゃドキ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 する。え、ちなみにどうですか、横も横横、ここ、これぐらい、うんうんうん、これぐらい刈り上がってると、はい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 、癖生かすのにめっちゃ楽になるんで。そうなんですね。多分そんな見えないと思うんですよね、うん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 、これでいきましょうか。はい、おやば、まさかこんな、まさかそんな、ま、いや大丈夫です、大丈夫、はい、ご安心ください。はい、ということで今日は楽になりましょう、はい、なんで2ブロックの癖毛を生かすパーマスタイル、じゃあ美容師さん向けに解説。はい、すいません、ここが後ろが長いですね。前上がりになってるんで、前上がりで癖毛を生かすとどうしても後ろにもも差がめっちゃ溜まっちゃうんで、前下がりもしくは水平、若干の前下がりぐらいがいいかなと思うんで、まずそれを目指します。でそれでもってやっぱ襟足が結構下まで生えてるモデルさんなんで、これが結構邪魔してくると思うんで、ここはもうこの上が乗っかってくる範囲で少し枯らしていただきます。ちょっとモデルさんの了承も得たんで、すごい楽にするために。であんま上までやっちゃうといきなりだからびっくりすると思うんで、基本的にはこれぐらい、これぐらいですね。これぐらいをバリカンでいくのと、横ですね。横は斜めに取ってください。イヤーテンとこから斜めに取る。男性は、ま、水平に取ってもいいんですけど、女性はあの斜めに取ってあげた方が目立たなくていいですね。で、このもみあげ周辺がなくなるだけでだいぶ耳周りがスッキリするんで、このブロッキングでいきます。でもっていきなり3ミリでいくとびっくりする人が多いんで、まずは10ミリ。基本男性は 4.5 ミリか3ミリでいくことが多いんですけど、女性の場合は、あ、ごめんなさい、10ミリじゃない、6ミリですね。6ミリでいきます。はい。バリカン。久々の登場。ウォールですね。世界一強いバリカンです。怖っ。もうめっちゃ面白い。いきますよ。はい。で、わかりやすい。横からいきます。おー。はい。触ってみてください。やば。大丈夫です。初めてやばい。逆もいきます。そしたらグッと下向いてください。襟足いきますね。はい。そしたら、あ、ごめんなさい、もうちょい下向いててください。で、モデルさん、やっぱり下まで生えてる人ってここの生え癖がめっちゃ強いんですね。こことか見てもらうと分かるんですけど、真上に生えてるんですね。真上に生えてるんで、これが絶対邪魔してくるんで、ここら辺は少し3ミリで上から刈り下げる。生えてる方向と逆方向から攻める。で、綺麗なグラデーションができるように。はい。そしたらトリマーでちょっと、さささっと、綺麗にした。上からやるときってちょっと痛いと思うんで、すごいもう本当に触るか触らないかぐらいにしとくと全く痛くないです。そしたら上向いてください。はい。なくなりました。おぉでも、こうやって下ろすと全くもって見えません。うん、なんで、これをうまく使って、今日はパーマスタイルいきたいかなと思います。この、さっき言った前下がりもしくは水平にしたいんで、まずブロッキング取ったら、レザーでカットしていっちゃいます。よし。そしたら、まずこの、ちゃんと首が隠れるのは大前提です。この、刈り上げのところは見えちゃダメなんで、首が隠れるの大前提で、下ろして、ワンレングスで、このレザーでラインを作っていきます。こう、レザーで叩き切る。叩き切る。叩き切る。はい。そしたら、ワンレングスです。ワンレングスで飛び出たところを、
叩き切る。で、左右をちゃんとこの時に揃えていきます。ちょっとズレがあったりするんで、そこら辺はこのカットの時に揃うかなと思います。はい、そしたら横いきます。で、横も多分そんなに切るとこはなさそうです。その流れで叩き切る。よし。で、若干飛び出てきそうなとこを C シェイプして内側取ってあげる。そうすると、こういうラインになります。C シェイプで飛び出てきそうなところをレザーで叩き切る。はい、横も切るとこはそんななさそうですね。で、あとはちょっと振ってあげて、なんとなくのシルエットを確認します。で、左右が揃ってんのを確認したら、下はしっかりと外に跳ねる毛が出てきてほしいんで、よし。OK、一回乾かします。バーッとハンドブローです。はい、とりあえずブローしました。色バッチリじゃないですか。うん、綺麗。うん、バッチリ。リタッチでも完全につなぐことができます。はい。で、問題がっていうか、まあ、すごいついてあるんですよね。もう、これはカウンセリングの時に分かってたんですけど、こうやって、ここら辺はそうでもないか。この中段をめっちゃすいたのかな。だからこそ、このすいた部分で盛り上がりができちゃってるんで、これをなんか馴染ませるためにはもうスライドカットしかないですね。で、毛先が全くすいてないから、バツッとしてるんで、これはちょっと全体の量を見ながら、馴染ませるように優しくスライドカット。で、スライドカットも本当にやりすぎない。基本的にすかなくてもいいぐらい。これ、ここまでが分厚くて一気に薄くなる。要は、多分、わかんないです。気持ち、バンバンっていったんでしょうけど、そのバンバンが後々、その時はめっちゃいいんですけど、後々嫌な仕事をするんで、根元のバンの、この根元の厚い部分ちょっと。で、ここはやらずに毛先。そうすると、自然な筆の先のようになってきてくれるのが一応理想形ですね。で、この後、パーマをかけるって考えると全体的にこの時点でかっこよくなってる方がいいですね。そしてこの顔周りが重いところもちょっと取って、均一であれば指通りがいいんですよね。均一じゃないから、間にバツンって切ってあるから動きもそこで変わっちゃうし、いろいろ悪さをするんで、均一にすくう。そのためにはこうやって束で取って、こうやって押すようにしてスライドカットを入れてあげるといい感じに。ちょっとこう触ってみてください。こっちの滑らかさが一気に違う。そう、カットなんですよ、実は。そう。こっちは引っかかるけど、そうなんですよ。今、スローって。そう、カットが均一にできてる、できてないっていうのがすごい大事になってくるから。そう、まだ全然仕上がりにはいってないんだけど、全然違いますよね。全然違います。そう、だからこう、見えますかね、このバツ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 っていう、ここら辺。めちゃくちゃ気になってます。そうですよね。これの奥をちょんってやってから、ここをやらずに毛先。それを、まあ、高速で。で、均一になるように滑らかにしてあげる。セニングで僕も行くときはあるけど、できる限り同じ場所は絶対やらない。同じ場所やっちゃうからこうなるんで、気持ちはわかるんですけどね。いやー、めっちゃ軽くなりましたよねってやりたい気持ちもわかるんだけど、そう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 。あとでね、悪さをしがちなんですよね。トップの部分ですね。トップの部分がまた重いんで、よし。はい、そしたらグッとしたら見てください。ニュッと。ここら辺は難しい。ちょっとだけセニング入れます。襟足、このスライドの幅がない場合は、セニングを入れるんですけど、これもちょっとちゃんと束で取って、こう、パネルで取ると大体アウトなんで、こうして、毛束で取って、ちょんちょん。毛束で取って、ちょんちょん。ちょんちょん。こんな感じ。で、ここも分厚いところ、ちょってやってから、この一番重たいところ、ちょん。こうして、うんうん。こんな感じ。滑らかになります。はい、この上が結構確かすごかったはず。うん、ここはスライドカットいきましょう。こうして、毛先の部分を滑らかにしてあげる。こうして、よいしょ。ここ見えますかね？このラインですね。これです。短い毛。これが悪さをしないように、スライドで馴染ませる。ちょっと毛先もちょっとカットを入れる。はい、戻ってきてください。ありがとうございます。よいしょ。毛先が均一になるようにやります。
でもってここぞっていう場面だけセリングを入れていくんですけど、一番はもちろん耳の後ろ、ここはね結構バツバツいって大丈夫です。ルーツセリング、よし、ここ入れたら左右のシルエット変わったの分かります、分かります。岩崎前から撮れる、そうそうそう、このシルエットの差が結構がっつり出るんで、耳後ろっていうのはそんぐらい影響力があります。うん、サンキュー。耳後ろとって一番がこの鉢のとこですよね。鉢のところのここは行っちゃいけないんで、こことちょっとちょっとうん、これで終わりぐらいでいいんです。ガン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 入れるとどうしてもダメな方向ダメな方向に行っちゃうんで、あとは前髪ちょっと長いとかっこいいかもしれないですね。そう、今伸ばしてるんですけど、あ、やっぱりちょっと頑張りましょう、はい、ちょっと前髪が伸ばしやすいように前髪のこの脇を少しいいんじゃないでしょうか。よし、ちょっと一回毛を取って、はい、まあちょっとね、だいぶいい感じになったんじゃないでしょうか。これを、今日はパーマはほんとカットとの連動なんで、いくらパーマをかっこよくしようと、あの、癖毛を生かそうと頑張っても、本来のカットがかっこよくないと絶対できないんですね。そう。なんで、まずはこのシルエット。そうそうそう。をいい感じに。とりあえずのカットで。もう全然。滑らかじゃないですか。そうです、これで癖毛を生かす感じで、はい、ちゃんと刈り上げも見えてません本当だそうですね、そうです、はい、はい、行きましょう。はい、じゃあパーマがもう簡単です。上、オールパーパスのトップ以外は全部逆巻き、下からくるっと巻くような逆巻きでいきます。はい、じゃあそんな感じで準備してください。はい、そんな感じでまずはインフォームつけたいんですけど、とりあえず濡らします。まず濡らします。全体的に緩い癖をつけたいんで、まあ普通に大きめロットでいいですね。元に癖があるんで、結構しっかりとね、ちゃんとかかると思うんで。まずはスプレーヤーで濡らします。そしたらインフォーム。浸透を促進するやつですね。よし。そしたら結構根元の量と毛先の量で、量感が結構違うんで、毎回つけ巻きでいきます。はい、薬。アルテマルーチェですね。ルーチェ 6.5 で、ささっといきます。高速の結構早くかかりやすいんで。よし、これでいきます。バーッとつけて、大きめですね。毛先は結構薄くなってるところがあるんで、はい、23ミリでいきましょう。23ミリオールパーパスくるっと。で、結構短いところがあるんで、もしかしたら後半出てきそうなんで、ペーパーかぶせちゃいます。これ意外に大事かもしれない。このめっちゃ空いてあるところ、そこがかかんなかったりすると、どうしてもそいつがボリュームを出す原因になったりするんで、この根元2枚ペーパーはちょっと大事ですね。次、パネルこんぐらい。よいしょ。で、巻いてく。巻いて、こういうぐらい。こういう短い毛が絶対出てくるんで、押さえつつ、ちょっと癖足りないなと思ったらルーチ。こうして、ペーパーで押さえます。よし。はい、じゃあまた薬の付け巻き。よし。薬の付け巻きをする場合は、結構なスピード感でいかないとダメですね。こうして、よいしょ。くるくるっと巻いて、毛が出ないように。はい、ここのゴールデンポイント超えたあたりからは逆巻きでいきます。逆巻き。ペーパーを下にして、で、ロッドを下から上に巻いてあげる。くるくるっと。くるっと。で、ペーパーを挟んで、ゴムを奥からかける。かける。そしたら、こうやってダランと落ちてくるんで、まず上のロットに重ねる。はい、こんな感じで、ちょっとずつ、下は逆巻き。もう一回いきます。はい、薬剤つけて、こうして。はい、こうして。で、この下の根元側のゴムに差しピンです。はい、じゃあそんな感じで巻き進めちゃいます。はい、飛ばしましょう。サイドは全逆巻きですね。はい、で、逆巻きになったらペーパー、毛先こうやって細い場合はペーパー半分に折ってあげると効果的です。短い毛が出てこなそうだったらペーパーしなくていいですけど、ここは出てきそうなんで。よいしょ。とりあえずこっちにくっつけときます。大丈夫。よいしょ。オレンジ。オレンジでいきます。
パーマは前回もパーマかけた感じですか？うんうん。あ、癖をそのまま生かしたんだっけ？そうそうそう。はい、じゃあ、追いパーマは初めて。初めてです。お、来ましたね。いいですよ。いや、思ったより癖、あるはあるんだけど、うん、少なかったから。あ、そうなんです。うん、なんか長かった時の方が、そのカーリーガールで、うんうん、チャクチャってやった時の方が、ぐるんぐるんになったんで。いや、そうなんですよね。そう。で、切ったら意外と落ち着いちゃったと思って、あれあれと思って。落ち着いちゃったみたいな。そう。落ち着いた上にね、スカスカみたいな。どうしようみたいな。これ均一になったら今度はもうすかないでの多分伸びてきてもあんまり感じないと思います。あんぐらいスカスカだと多分1ヶ月ぐらいでちょっともううんってな感じになりやすいんですよね。そう、切ったのが4月10日だったんで。あ、おうおう、じゃあ1ヶ月半になりましたかね。もううんってなりますよね。なる。均一だとね結構いいんですよ。そうなん、うん、僕なんかちょっと岩崎さん の、 カットラインなんですけど、はい、いや、いいじゃないですか、はい、お似合いです。気に入っちゃって4ヶ月半年ぐらい着なくていけるもん、ね、今なんかダメ出し食らう言い方かと思って、なんかね、そんな流れですよね。岩崎さんのカットなんですけ ど、 ど、ね、いやいや、気に入ってなかったら他行ってるでしょとりあえずもういいや、ね、意外にね、この間切って、この間いつだろうか、香川から帰ってきた後なんで、その後、うん、ゴールデンウィーク前か明けかぐらいなんで、まあ、まだ1ヶ月ぐらい、なんかいきなりレイヤー結構ガッツリ入れ始めたから、お、大丈夫かなって一瞬思ったんですけど結果良かったよ。レイヤー入れたらいいのにっていつも思うんですよいやって言ってガッツリ入れたんでしょ。え、でもちゃんといいですかって聞いたのになんでそういう形任せるよって言っちゃったんですね。で、そしたらいい感じだったから任せてよかったな、うん、なるほど、そういう話ですよ。何それ、やめろブスブスな顔するんですよやめろやめろ、そのまま戻んなくなったらどうすんの本当にシワとか残ったらどうや、え、本当になっちゃうよ、本当になっちゃう、本当になっちゃうよ、心配されときな、いや、なんかたまにやってくんですよ。で、何そのブスって言ったら、なんかブスって言ったのになんか喜んじゃってよくやるようになったなんでつって言われたい言われたい面白いなと思っていや、そうした瞬間に前のサロンの時とかも、はい、ゴミ出しに行ってるエレベーターの中でエレベーターでふっと振り向いて何してんの不意打ち笑いを提供してるんですけどどうですか。いや、楽しませてもらってますよかったです、よかったです、はい、本当ですよね楽しい職場ですね楽しそう皆さんもやってもいいですよ。ちょっと下手ですなんだちょっと下手です。アヒル口になるんですかエビちゃん世代だから。エビちゃんとアヒル口でしたっけ。違う、いや違います、エビちゃん、エビちゃんって、あ、でもアヒル口のイメージ、うん、でしょ。へ、私だってアヒル口代表はトモチーですよ、ね、あ、いた、はい、うん、世代的にどっちなんだ。え、俺エビちゃんだと思ってた。え、トモチー、どっちもどっちもどっちも、うん、エビちゃんのあのケツメイシのあのまた君に会えるっていう曲のプロモーションビデオですっげーこの子可愛いと思った世代です。なるほど、うん、なんかなんとなく覚えてます。なんか水着のエビちゃんが6人ぐらい走ってるやつ水着のエビちゃんが6人ぐらい走ってるそう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 。水着のエビちゃんが6人、エビちゃんが6人いるんですか。そう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 、あ、まあ CG だよ怖い、うん、怖い CG っていうか、え、全員水着の色が違うみたいな。エビちゃんが6人走ってるんですか。エビちゃんがミュージックビデオは知らない。ミュージックビデオ知らないですか。知らない。いや、すごいね、いいんですよ。 あ、そうなんだ、はい、エキストラじゃなくてみんなエビちゃんですか。みんなエビちゃん最初ねエビちゃんがオープンカーに乗ってすごいなんか南の島だか湘南だかをこうやってうーんみたいな感じで走、よく覚えてますね。すごいよく覚えてますね。めちゃめちゃ見ましたし、やっぱその世代なんでカラオケとかで歌うたんびに、はいはい、あの出てくるわけですよエビちゃんです。エビちゃんが6人のエビちゃんが6人の侍みたいな。やばい7人か、それ7人かいやもう、いや、そうなんかすごい出てきて、で毎回エビちゃん可愛いなっていう話になるんです。なるほど。お男子高校生はそれ高校生の時、ケツメイシ高校生でしたね、はい、あ、もしかしたら専門行ってたかもしれないです、ね、はい、なるほど。あのチャラい専門学生時代お前チャラかチャラくないんですよえ、なんかすごい言われるんですよ。全然チャラくないんですよチャラい、え、あれはチャラい。チャラくないでしょ。ただちょっと金髪でカラコンをしてたってだけなんです。あ、ピアスも開いてたんですね。ピアスは開いてた。金髪カラコンピアスはもう確かにそのあの強いじゃないですか。山野ですよね。お前山野お前全山野卒業生をバカにしたな。私の知ってる山野
野はみんなチャラいんですもん。イコールチャラいみたいな。そう、私の知ってる山の瀬はみんなチャラい。そう、なんか学校によって色カラーがあるんですか。いや、まあ、山野はね、あの人数が多いんですよ。あ、僕の世代であの1学年2000人いた。1000人か。1000人で2学年で2000人。50人が20クラスとか。だって僕11組とかでした。やば。で、夜間もあるから、夜間は数百人いるんで、そう考えると結構やばめな。すごい。はい。そりゃね、もう管理しきれないですよね、先生たちも。確かに。無法地帯ですね。お前、全員山野の卒業生に刺されるか。気をつけろ。夜道気をつけろ。私が何かあったら、山野生ってことですか。そう、山野生。なんか、さも疑われちゃいますね。山野生として。じゃあ、行きます。はい、もう薬ついてるんですけど、パッパパッと。ああ、わりわり。はわわ、はわわ。はわわ、はわわ。洗いに行けよ。拭いても意味ないし。やば、荒れちゃう。荒れてる。もうすでにね。大丈夫、僕はあの素手でもいけるタイプ。ね、今当たったの私ですから。僕じゃなくて私なんですよ。いいです。ラップどうしようかな。ラップもいらないかも。いらない。すぐかかりそうなんで。はい、じゃあこれで8分見ます。あ、でも硬いかな。あんまグリグリにしたくないですよね。あ、でも一応10分置きます。うん、10分で見ます。はい、じゃあ少々お待ちください。はい、10分なんで見ましょう。まあ、結構このルーチ早いんで。早いんでって言ったけど、もうほんのちょっとください。でも全然いけそうです。あれみたいな。意外にパワーがあるぞ。そう、私かかりづらいらしい。でもこんぐらいかかってれば正直いいんですよね。どうせあの自身の癖を生かしたいだけなんで、そんなグリグリにしたいわけじゃないから、うんうんうん、こう言いつつちょっとお時間はいただきましょう。ぐんと、まあ、結構厚巻きしてるんですよ。分厚く巻いてるからそんなにがっつりはかかんないんですけど、うんうん、よいしょ。じゃあもう一回薬つけます。さーっとつけて、もうでも3分とかでいいかな。よし、じゃあこれで3分で中和でいきます。中和はブロムですね。セカンドローションブロムにメテオ 20% 入れて5分2回、5分7分でいきましょうかね。はい、じゃあそんな感じでお願いします。はい、じゃあ外します。はい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 。あ、バッチリですね。完璧です。よし。逆巻きするメリットってボリュームが出ないんですよね。くせ毛の人ってボリュームを気にするじゃないですか。どうしてもあの膨らんでしまうとかそういうのが気になったりとするんですけど、逆巻きってこうやって下に張り付くように巻くんで、ロット1個分下から張るが始まるんですね。で、このトップの普通の逆巻きの逆はなんだ、普通に巻いた平巻きはこうやって根元1個分のところからこうやって縦にボリュームが出るんで、一番欲しい上にはボリュームが出て、でサイドとバックにはボリュームが出ないっていうのが一応逆巻きのメリット。よくメンズとかには使うんですけど、女性の人ってボリュームを出したい人が反応するんですけど、今日みたいに癖毛を生かしたいとか、より動きのあるカットになりたいっていうんであれば、こういう逆巻きっていうのはすごくおすすめです。で、今日厚巻きしてるんで、このままシャンプー台で一回加水で揉んじゃいます。加水で揉んで一気に酸化を強めます。まあブロムでがっつりやってるんですけど、加水でさらにボンと集めてください。通常時は混ぜちゃダメです。シャンプー台でさささっと行うぐらいだからいいんですけども、基本は混ぜないで最後に酸化の漏れを防ぐためにセカンドローションオキシで揉んでください。よし、まだ前から見えないからあれですよね。どうなってるのか。こういう感じ、はい、いい感じのこの 2.5 回転ぐらいですかね。くるんと、よし、こうして、よし、ちょっと解放された感じですね。意外にターバンって結構ギュンギュンってしてるから。ターバン自体もじゃあ相当久々じゃないですか。いや、相当久々ですよね。よし、よし、相当いいと思います。楽しみにしてる。はい、お願いします。はい、はいはい、じゃあ流す前に先ほど言ったセカンドローションのオキシでしっかり揉んで最終酸化をして、軽くバブリングですね。軽く泡立てぐらいして、メテオのコネクタ 7.0、4.5 のチェンジリンスで最後シストリサササッと、あんまやって重くなってもあれなんで、ほんとササッとでいいです。お願いします。はい、行きましょう。大変お疲れ様でした。はい、はい、ということで一回これコーミングしちゃうんですけど、ここに盛り上がりがあるの分かります。そうそうそう、で持って、あーっと
水気を飛ばします。理想はこの濡れた状態の感じにスタイリングで持っていくのが理想です。こう水を飛ばしてトップのボリューム感が絶対的に出るんで、ね、全然違う。でここが少し外跳ねになったりすると実はすごいかっこいいんですね。なんでこういう感じ、良さそうな感じで、かといってこのまま自然放置ってなるとちょっと時間もかかって、しかもなんか頭皮が乾いてないとすぐジリジリしてくるんですよ、癖毛の人って。なんでバーッと全部乾かしちゃいます。乾かしたところを濡らす。やってみましょう。ミストオイルはついてます。まだついてます。ミストとオイルをつけます。ミストオイルで潤いだけはしっかりと、で乾かすと多分パーマかかってるんでボワーっていきます。でもそれをスタイリングする方法をお伝えします。はい、こんな感じで、ただただ、まずハンドブローで、ハンドブローというか、バーッと乾かしただけですね。乾かしちゃってください。乾かして、あとは、生え際のあたりを作ったら、まあ、バーってなってますよね。これを濡らします。で、スプレーで濡らすと、結構、ムラになったりとかするんですよ。スプレーで濡らすと難しくないですか？難しい。水道で手がいいです。だから、ちょっと、ね、今水道から手持ってくるのあれなんですよ。ちょっとカップに。はい、で、もう、手をこんぐらい、水道で濡らすぐらいの、はい、で、こうです。で、下から持ち上げて、握ってあげる。うん、お湯です。しかも水だと水よりお湯の方がいいです。こんな感じ。スプレーで濡らすより圧倒的に形作りやすいんですよ。でスプレー濡らすと余分なところが根元についちゃったりするんですけど、基本的にこれで濡らせば根元につくことはあんまりないんで、よいしょ。である程度濡らすとカールがこう戻ってきて、なんとなく動きが出てくるじゃないですか、うんうん、でこっから先は任せます。バームでもいいし、はい、それこそそのさっきのクセ毛のあれでも、うん、あのクリームからのオイルとかでもいいし、で僕結構クセ毛の人って結局それやってもちょっとずつ広がってきません、うん、乾燥して、はい、なんか朝ワックスとかそういうので仕上げても、うん、まあ、自分が外で仕事なんで、うん、結局何バーってそうなんですよ。で広がっちゃう。そう、嫌じゃないですか。嫌だ。そうなんですよ。なんでおすすめは超ハードムースです。ムースね、はい、ハードムース、ハードムースを使ってとりあえず形をまずある程度濡れ手で作る、乾かしたところに濡れ手で作る感じですね。で前髪も伸ばしていければいいかなと思うんですけど、これである程度濡れ手で作ったら、はい、世界一硬いムースです。世界一、世界一、これをちょっと手濡らしたところに、ね、これぐらい出たらこんな感じ、こんな感じです。泡全体を、うん、もうちょいかな。2回に分けるといいです。でもほんのちょっとです。意外と少ない。あ、もうね、あんまりやると、これ、ほんと硬いんで。あ、バリバリになっちゃう。バリバリになっちゃう。いや、もうこれでもバリバリになります。バリバリになるけど、逆に言うと、1日持ちます。なんで、これで、あとはちょっとバランス見たいんで、1回これ取りますね。はい、バリプンテ。パルプンテ。パルプンテって何ですか？え、知らないの？ドラクエの。ドラクエ。そう、呪文。何が起きるか分からない。何が起きるか分かんない。呪文が死んじゃうかもしれないし、そうそうそう。相手が。死の一撃が出るかもしれない。何だろうと思って。何だろう。それ分かんなかったの。はい。だから一番最初に長瀬さんが気になったじゃないですか、パルプンテって。盛り上がったじゃないですか。ハテナですよ。ほぼ同世代。ドラクエはやったことはないんですよね。あ、そうなんです。ジェネレーションギャップ。そう、こんな感じでやってあげて、でそうすると一気にパーマ感が柔らかくなってくるんで、でここまでいったらもう結構固まってくるんですよ。ある程度固まってくるんで、そしたらちょっとだけハードスプレー、これ表で1日働いても一切崩れない。あら、ここまでやればハードムースからのゴホゴホハードスプレー。前髪早く伸びるといいですね。ねえ、ほんと。よし。で、持ってちゃんと襟足が見えないです。ああ。そうそうそう。見えなくて、あ、いいですね。そう。こう、動きのある感じで、首が長く見えると思うんですよ。絶対的に。いらっしゃった時に比べて。こうして。で毎日表情が変わってくるんで、それも楽しみにしててください。はい、じゃあちょっと後ろ見せてもらいましょう。後ろ買ってよかったと思います。あ、本当ですか、はい、こんな感じ。あら、本当だ。すっきりしてます、はいはい、なんで首が長く見える、ここまでが長く見えるから、うんうん、多分全然見えないし、一番最初に言った前下がりっぽいラインっていうのが一番かっこいいかなと思います。これも正直癖を生かす最上級のパターンだと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。パルプンテ置きましたね。はい。いいパルプンテ。いいパルプンテ置きました。よかった。はい。はい。じゃあちょっと後ろからお願いします。はい、じゃあ今日はくせ毛を生かして、で、結構量が多めで、がっつりすいてある方のトラブルシューティングですね。で、襟足が結構長く生えてたんで、ここはもうしっかりと内側を刈り込んで、刈り込んで、こうすると見えちゃうけどね、基本的には見えないと思います。
で、もうどんなに動いても崩れないようにパーマとスタイリング剤のコラボでこういう感じにしてあります。なんであとはねカラーで遊んでもいいし長く伸びてもいいしなんとなく動きっていうのがパパッと出ればかっこよく仕上がるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでスタイリングは明日から楽です。よかった。はい、水道の前でこうするだけです。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、よかった。バッチリです。はい、お揃いになりました。やばいこれ楽なんですよ、はい、本当。前髪がピタッと伸びれば、うんうんうん、結構しっかりこんぐらいのこういう形も出せるんで、はいはいはい、これが本当は欲しいなって、うんうん、そうするとお顔の周りが結構なんか雰囲気出るんで、うんうん、ちょっと頑張ってみてください。頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、以上です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、準備していただいて。はい、はい、いいですね。いい感じです。嬉しい。ああ、よかった。ああ、いい感じ。あのパルプンっていうのがちょっとだけ出てます。いやーマジ本当明日から楽なんで。本当に、はい、楽しみにしてください。よかった。めっちゃいい感じ。そして久々に宿毛矯正以外やったんで僕も楽しかったです。そうなんですね。宿毛矯正も楽しいんだけど、ね、ちょっと続いたなと思って。ああ、なるほど。まあ需要があるんだなと思って。宿毛矯正癖を生かすっていうのはやっぱね楽しいよね。それはそれで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、本当にありがとうございました。はい、またぜひご予約を、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。痛い。ん？体が痛い。肩甲骨も痛いし、ふくらはぎもおけつも痛い。なんでそういうことするんですか。あぶあぶあぶやめろ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 、すいません、カメラ持ってるから。なんでお前その中国憲法。やめろ、カメラ持ってるから私の方が強くないですか。やめろやめろ、バカやバカなの。もう十時だから、やめろ。熱い。はい、じゃあそんな感じでお疲れ様でした。バイバイ。